士ゴールドメダルマッチに出場する選手と審判員を紹介します。市間と岐阜県西村佐穂選手、杉林里奈選手、大橋智香選手、三間と埼玉県木下明日香選手、中西夏子選手、大沢ひなの選手。担当審判員はラインジャッジ増永美代、ターゲットジャッジ高林一郎、スコアリングジャッジ谷口浩二で進行します。先行は三間と埼玉県です。選手の皆さんは準備をしてください。9点。8点。9点。9点。8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 点。7点。第1セットが打ち終わりました。
8点。8点。10点。9点。8点。8点。8点。7点。9点。よいしょ、ラッツファイト。8点。8点。よいしょ。第2セットが終了しました。9点。10点。8点。10点。ナイスナイスファイト。7
7点。10点。7点。8点。対戦結果を発表します。判定をどうぞ。にまと埼玉県の勝利です。おめでとうございます。成年女子ゴールドメダルマッチは埼玉県が優勝ゴールドメダル、岐阜県が準優勝シルバーメダルと決定しました。両チームに大きな拍手をお送りください。